おはようございます。お疲れ様です。ハスピー豪速球の肩鳴らし、お願いします。肩鳴らし中の肩鳴らしでございますよ。肩鳴らし中の肩鳴らし、あれうまいな。あれ何、カレーを外で食べないと豪語してる私ですけどもね。まだ言ってんのそれって。よく言うんですよ、カレーは外で食べるに値しない、あんなものを家で作ればただなんだと昔から言ってるよね。でどう作ったってうまいんだから、あれになんかちょっと、何結構800円とか取られるから、やだなっていう思ってて、僕は外でカレーは食べないんですけど、まあセットとかのカレーは別ですけど。何笑ってんだよ。蕎麦屋とかでちょっと笑ったよ、なんだろう、カレー単品のそういうことはしないんだけど、松屋のゴロゴロチキン煮込みカレーっていうのがすごい、いっぱいチキン入ってるっていうから、ちょっと筋トレ後だったんで、ちょっとタンパク質に食べようかなと思ってあんま食欲もないタンパク質欲してる状態だったから、まあちょっとカレーって入りやすいから、カレー好きなんですからね、俺。カレー自体は好きなんだよね。カレーはほんと好物。カレー、毎日カレーでもいいぐらい好き。めちゃくちゃ好きやん。めちゃくちゃ好き。いや、言ったらええんかも。ただ、別に、金出して払う、食べてるやつバカっぽいなって思うだけで。なんだろう、煮込んでルー入れれば、10食ぐらい、もう500円ぐらいで作れちゃうんだから。なんかあんまって思ってたんだけど、そのゴロゴロチキンカレーがめちゃくちゃうまいな、あれね。食べたことある？ない。安いのよ。620円なの。え、そうなので、なんか、いわゆるその煮込みカレーとか言ってんだけど、煮込んでる感じなくて、別になんかチキンは別で焼いて、玉ねぎもなんか、トロトロじゃないのが入ってて。ちょっとだけ見くびってんだよな、松屋とかのカレーは。やっぱ牛丼やけのカレーは。ちょっと食べてみて。めちゃくちゃうまい、あれ。今、期間限定だから。すっごい美味しかった。びっくりした。全然美味しい。マジでうまい。あれはいいわ。あれすごい。あれお金出していいかな。それならありなの？美味しかった。いや、それだったら別にあるでしょ、美味しいカレーとか。いや、そうさ。でももう900円以上するでしょ、バカみたいに。その言い方やめろ、バカみたいな。バカみたいなんだもん、あれ。そういうわけやめて。バカみたいじゃん。それぐらい手間かけて。なんで、バカみたいにさ。でも手間かけたくせにさ。全然買っちゃうじゃん、家で。1000円家でいろんな贅沢にさ、ね、いろんなもん入れたさ、カレーにすぐ負けるじゃん。いや、そんなことない。いや、負ける負ける。外のカレーでめちゃくちゃうまかったりする。ほんとにほんとに。だったら、魚介贅沢に買って家で作った方がうまいよ。めんどくさいやん、でも。めんどくさい？めんどくさくないよ。めんどくさいよ。めんどくさくないよ。買ってきて煮込むの。めんどくさくないよ。全然めんどくさくないよ。マキオカレーとかも行ったことない？あるあるある。あ、それは、それはもう泣きながら言った。マキオさんのことが好きだから。来なくていいよ、そんなやつ。マキオさんのことも。出したくねえから。応援したいから。でも出したくないと思って言ってた。1000円もすんの。1000円ぐらい。したら、行ったら、新宿店だからもうエルシャラのシロさんがもう、敵が悪いさ、せっかく来たのによって。敵が悪いんや、やっぱ。めちゃくちゃ悪かった、その日。敵が悪そうだなとは思ってた。噂には聞いてたけど、敵が悪いって。めちゃくちゃ仕事できない。って噂には聞いてたんだけど、もうなんか入った瞬間、あ、ごめん、なんか、あれなんで今日は、ピンポンって鳴らないんだ。ネタのまま。あれあれあれみたいな。ネタの、ごめんね。ネタのまま。ピンポンって鳴らない。どうしようみたいな。ごめん、何言ってるか分からへんねんけど。ドリンクがどん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 。なんかもう、ありえない機械の故障とか、すで、なんかしてて。たまたまなのか、毎日そんなんなのか分かんない。毎日そんな、たまたま壊れるかな。来てんなよ、と思って。泣きながら、こっちは。マキオさん、あれ、泣きながら食いに来てんのによ。それは知らんから。なんだこの店員、敵が悪いな、と思って。泣きながら来てんだって話。普通に美味しそうに食いよ。で、まあまあまあ、食べたけど、まあ美味しいけど、まあ1000円も払うんだったら、まあ、1000円、家でもいいかな。でもさ、で、松屋うまいんだ。松屋のゴロゴロチキンカレーは、食べてみよう。すっごい美味しい。それはいくらなんですか？620円、さっきも言いました。聞いてた。620円ならいいんだ。620円で、だってあんなにチキン入ってんだよ。見てないもん。すっごいの、チキンの入り方が。ゴロゴロだから。チキンって高いからね。言ったら。信じられないよ。
チキンだけでも外で食べたら、いや、ももね、しかも胸じゃないよ、柔らかい、ジューシーな、ジューシーな、ゴロゴロ入ってて、うん、いや、すごい、美味しい。カレーもなんか美味しい。家でなんか食べたい。あんなん作れない。作れないから。美味しかった。ああ、そうなんだ。美味しかった。え、ココイチとか。ココイチもだ、この前泣きながら行った話はしましたけど、あの、ついてちょっとだけお早いおっさんがいたって、変なおじさんがいたっていう、変ではない、ちょっとだけ俺より先に行動する。トイレココイチカレー入ってすぐトイレ入ろうと思ったら、そいつがスーッて先に入ってって、先手打ってくるおじさんでしょ、うん、で戻ってきてピンポン押そうと思ったら、そっちがピンポンってなって、うん、で会計しようと思ったら少しだけ早く会計に向かって、車で出口先に行かれそうになったから、そこだブーンってすごいスピードで行ったっていう話してた。そう、それもだから水差されたんだよ。たまにカレー食べようとすると変なやつ出てくるわ、邪魔されるわ。そうか、まあでもココイチも行っても900円ぐらい行くもんね、いろいろ頼んでたらね。あれこそ620円はやっぱ安いな。あれこそマジで金出して食う必要ない。いや、金出して食うよ。あれこそもう家で、家の味じゃん、ほぼほぼ。いや、ちょっとやっぱ違うじゃん。あと具がねえし、具がいっぱい入ってる方が美味しいじゃん、カレーって。具全然ねえとこにトッピングして結局900円ぐらいいくじゃん、あれ。そうや、そうそうそう、基本具がないから。野菜入ってないんだもん、なんか。いや、野菜カレー入って、野菜カレーってなんか素揚げみたいのしてんじゃん。じゃあ、野菜。カルビがいい。なるわ。それはまた違うわけ。家のカレーと違うわけじゃん。まあ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 、ね。まあね。でもその松屋、すごいんだ。食ってみよう。そんなに、そんな人間が絶賛するってことは。美味しかったよ。本当に美味しいんだね。逆になんでいつもあんなお金払ってんだことになるよ。え、その他のカレー、他のた、うん、こ、あ、ぜ、安ってなるよ。こんなに美味しいのにこんなことされたら叶わないよ、カレー屋さんって。美味しいってなると思う。美味しいんだよ。美味しかったな。もう2回食べちゃった、今週。さっきもめっちゃ好きやん。美味しいんだ。美味しいよ。かなわないね、620円ですよ、ことされる、ね。620円、うまいなぁ。なんか、パティシエみたいな人が言ってたけどさ、うん、カントリーマームって、うま、ん、すぎるっつって、うん、あんなことされたらかなわないよって言ってたわ。うん、カントリーマーム、カントリーマームってお菓子やる。あれ、うますぎるっつって。お菓子の中でも。ちょっと。あれ、すごいんだから、レベル。パティシエか、お菓子職人みたいな人。あれで、何焼くとめっちゃ異常な美味しさを発揮するよね。あれ信じられないよね。オーブンでやるやつでしょ。オーブンでやると、はいはい、あのだあれだまま食べたらもうよくわかんないけど、それやると確かに夏も出来たてみたいな。自炊やめるかもしれない。すごいですね、企業努力というのはね。5月29日はマッハスピード豪速球の単独ライブバックトゥーザコント、みんな来てねー、お願いしまーす。来ようと脳を切り替えないと来るっていう感じにならないから、一度来ようと思ってください。お願いしまーす。お願いします。